おはようございます。2023年の8月の30日、いよいよ月末ですね。夏休みももう今日明日という方も多いと思います。もうこれで夏休みが終わって、小学校、中学校、高校とかね、まあ大学もでしょうか、学校行きたくないっていう、大学は違うか、9月が休みですよね、行きたくないっていう人もね、たくさんいると思います。行かなくていいですよ、行かなくていいです。行きたくないところは行かないね。行きたくないところは行かないようにすれば、どうしたらいいかったら、今度はね、行く側の、学校側が考えるようになります。こんなに来てくれないということは、それだけ魅力がないということですので、やはり、学校が楽しくて魅力がある場所にするということが、行政大切な役割だと私は思っています。さて、今日の話題、11月の19日日曜日、江南市にありますフラワーパーク江南、こちらで、ママたちが集まって、自主的にいろいろなイベントをやるというママの文化祭というイベントが開かれます。このママの文化祭、まだまだ出展者などの募集等をしているというふうに聞いております。詳しいことはまた分かり次第、こちらの方からも報道していきたいと思います。江南に限らず、犬山とか、そして一宮とか、そういったところからのお母さん方の出品等が出ております。出品というか出展ですね、などが出ております。ぜひともママの文化祭、ママたちの遊び場はここだっていうね、そういうような、ママに遊び場がないというのもおかしな話です。どこかやはり、いつもね、家事で一生懸命大変な思いをしているママたちにも活躍の場をここで、作ってあげていただきたいというふうにママたちが考えてやるイベントです。ぜひとも応援よろしくお願いします。さらに本日です、この8月30日今日の5時半から鏡ヶ原にあります航空自衛隊岐阜基地、このすぐ横の、グランドがあります。大きなグランドがあって、ここに、めちゃめちゃでかい盆踊り用の櫓が組んであります。今日は納涼祭ということで、自衛隊の皆さん、航空自衛隊と陸上自衛隊も一部入るのかな、の皆さんと共に、今日多分もう踊り納めになるかという盆踊りの最後のイベントがあります。ぜひとも皆さん、お時間ございましたら5時半から、8時半ぐらいまでやってると思います。ぜひともおいでくださいませ。露店とかね、それから出店、出店などもいっぱい出るということですね。おいでください。週半ば水曜日です。今日はちょっとどんよりした天気からのスタートになりますが、まだまだ暑くなると思います。熱中症などに注意して、今日も素敵な一日でありますように。いってらっしゃいませ。